町で空手道場を開いているバングラディッシュ、バングラディッシュ、出身の、エラヒさんご紹介します。今日ご紹介するのは与板町などで空手を教えている国際精神科医師範のモハメド・ヌルル・エラヒさんです。こんにちは。こんにちは。バンゴラからやってまいりました。日本でちょっと日焼けしました。エラヒです。はい。バングラっていうのは昔の東パキスタンという国ですね。そのバングラデシュの首都ダッカにいます。一年中日本の祭り騒ぎですね。人だらけです。実は空手の師範であるとお伺いしたんですけれども、空手はいつから始められてるんですか？そうですね、何年でしょう、26年ぐらい前からですね、バングラで始めました。自分を守るためそういう空手をやってまいりました。ただし日本に来て国の空手はちょっと違ったんですね。ここはスポーツ的に空手をなっております。私は今やってる空手は寸止め空手と言いますね。私は与板の保育園かな、その時を呼ばれてこの与板のこの道場に友達連れてきたんですね。その時この道場を見て惚れてしまったんです。それで与板でよし空手やるぞということにして与板で始めたんですね。空手を教えている上でここがポイントとしているものはどこでしょうか？あのですね、自分の中で攻撃して自分をコントすることできるか、自分を守れるか、そういうことに一番ポイントだと思います。それで空手っていうのはもともと昔から自分を守るために道具としては使ってますので、私はそこに心をかけております。あとはそれで自分の精神力の強さを作る、そういうことですね。細かいことをよく細かく教えてくれて、で分からなければすぐに近くに来てちゃんと手まで支えてくれて、とてもいい先生だと思います。ちょっともうちょっとスピーディーにとか思う時もありますけど、まあ、分からないところは絶対に分かるまで教えてくれるんで、そういうところはいいと思います。エラヒさんから一言のコーナーです。与板町で空手を教えてらっしゃるエラヒさん、ここが好きだよ与板の人っていうところはどこでしょうか？そうですね、一言だ、与板の全ての人々の心のあったかさに心を打たれました。与板の祭りですね、あれは本当に私が見て面白いなと思ったの。さっとやればきっとできる、それを信じてください。それではエラヒさんに好きな言葉を日本語で書いていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ書きます。できました。愛です。これはエラヒのすべての愛です。私の心は愛で始まり、今は愛ですべての空手、あれは人たちに意識合っております。愛さえあれば何にもいらないじゃないですか。素晴らしい言葉ですね。くれました。愛、エラヒさんです。今回は与板をはじめとする道場で空手を教えているモハメッド・ヌルル・エラヒさんをご紹介しました。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは与板道場の皆さんと一緒にお別れをします。それでは皆さん、さよなら。さよなら、さよなら、さよなら。とってもユーモアのあるエラヒさん、この空手教室の他にも三つ木や与板の小中学校でバングラデシュの文化を伝える活動をなさっていたということです。今日のワッツアップは与板からお送りしました。ここで一旦 CM です。